ああ、アンパンタンさん、えー、こんにちは。よろしくお願いします。今、ちょっと寝ようと思ったところなんですけど、ちょっと速報が入ってきたんで、お話ししていきたいと思います。えー、ネイサン・チェーン速報ということですね。はい。えっと、ネイサン・チェーン、やっぱりフリースケーティングに関しては、ロケットマンで滑るということみたいですね。うん。えー、4回転、構成4回転フリップ、トリプルトーループ。 4回転フリップ、4回転サルコー、4回転ルッツ、4回転トーループシングルオイラー、トリプルフリップ、トリプルアクセル、トリプルルッツ、トリプルトーループという構成になりそうです。えー、4本目のルッツが熱い。これ4本目の4回転ルッツですね。これが決まったらすごいですね。曲調が変わって盛り上がる瞬間に飛ぶことになるので、えー、決まればかなりかっこいいと思います。すごいですね。 えー、ジャンプの基礎点は合計84.14ということになるそうです。で、ヴィンセント・ジョーセチ。ビンスは、ルッツが2本、ループ抜きのクワード4種類5本で、えー、ルッツを後半に組み込みます。82.86、えー。グランプリシリーズで徹底的に取られた回転不足がどうなっているか、 どう判定されるのかにも注目してほしてい,いやー、ビーンスの場合は、本当にね、あの、きれいに決まったかのように見えても、Q マークとかね、ついてしまったり、えー、アンダーローテとかにもありまして、点数がなかなか伸びなかったんですよね。だそ、そこがどの、どこまでこう改善されてるかっていうのは、非常に、えー、興味深いことになると思うんで、えー、注目していけたらなと思っております。はい。えー、ではね、あのー、 速報ということで、僕は、えー、おやすみなさい。以上です。